皆さん、こんにちは今日は音ネタの整理の仕方について解説をしたいと思います皆さんはハードディスクの中とかにたくさんある音ネタをどのように管理しているでしょうか例えば DAW にもそのような管理はできるようになっています今画面の右の方にスタジオ1のループを見ている状態ですこの時には再生ができます ダブルクリックをするとこのようにして音は探せるわけですけれどもこれだけでは検索であったりとか音の性質がよくわからなかったり例えば気に入ったからといってメモをつけるわけにもいきませんそれを管理できるのがこのミュータントというソフトです僕もこれ以外にも いろいろ ADSR さんとかが無料で公開しているサンプルマネージャーというのも使ったりしてみましたけれども日本語がうまく表示できないとかそういうところがいくつかありまして使い勝手がもう一歩というところがありますサンプルマネージャーにはサンプルマネージャーで便利な部分もあるんですけれども総合した時に今日紹介するミュータンと これが案外いいいいではないかなかと思います。バージョンは3.1.0というのになっています。これはソニックワイヤーさんという DTM のソフトとかを販売している日本では大きな DTM のショップですけれどもこのサイトですね。ソニックワイヤーさんのサイトに行けば無料でもらえるようになっています。これはスタンドアロンで使うもので。 DAW とはドラッグドロップの関係で使うことができますではこのミュータントを少し掘り下げてみたいと思いますが DAW とかあとは動画編集ソフトなどと組み合わせて使う時にはこのようにカチンと押してしまったらこのウィンドウがアクティブじゃなかったらちょっと使い勝手が悪いですね画面がツインモニタになっている方は 隣のモニターに移せばいいいと思いますが、そうでない場合はこの画面を最前面で固定しておくと便利です最前面で固定というのは僕の場合は最前面でポーズという Windows の無料ソフトがありますし Mac にも僕も調べまして名前こそはあまり分かりませんが2つ3つ便利なソフトがありますのでそこらをうまく使ってみてください 僕の場合は、ポーーズキーを押します。今押しました押しましたらこのようにスタジオワンを今クリックしてるんですけれどもクリックしてもこの画面は最前面で固定されるようになりますもう一度ポーズキーを押すと解除されますここでミュータントの使い方なんですけれども例えば音ネタがたくさんあるフォルダを表示しておきます はい、こんな感じですねこのフォルダーに音ネタがたくさんあるわけですけれどもそういうフォルダーがありましたらここでミュータントにドラッグドロップするだけですこれでこのショートカットにというフォルダーをこのように表示するようにできました127個の WAV ファイルがあったということですこのファイルには先ほど見ましたように テキストファイルなどもあるんですけれどもそれは除外してくれますこうさえ管理しておけば今すぐこれを DAW にドラッグドロップとかできますちょっとやってみましょうはいこんな感じですねわあ<お>ですからひょいひょいとこのように DAW や動画編集ソフトに持っていくことができるわけですすごいでしょ ここでもちろん音が聞けますダブルクリックをすると再生されますここに A、A、A、A というのができていますこのようにクリックするだけですコントロールシフト Alt、トそして全体を聞きたいときまあこんなたくさんあるときに全体聞きたいということは現実上はないかもわかりませんがスペースキーを押すだけで順番に再生がなされますここに A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 、といいうのができています拡張子を出すように設定している人とで少し違いますがこのようになっています私は Mac のことが分かりませんけれども Mac ユーザーさんもぜひやってみてくださいはいこのように再生や停止右クリックするとこういう停止とかいうのもありますのでこれができるようになります そして画面ですが今とっても横長ですよね全項目を今出していますのでここで波形とかこの部分はユーザーメモですねこのように書くことができますそしていろんなタグとかをつけたりジャンルを入れたりしておけるわけですけれども通常はそんなにも使わないのに このぐらいたくさん出ているのはどうしたらいいんでしょうかそれは画面下のこのエクセルの表みたいなアイコンボタンがありますのでそこをクリックしますとこのように管理ができるようになっています例えばいらないものは外すということもできますし順番を上下へ入れ替えることができますここに波形がありますがこの波形という項目は初期値では 一番後ろの方にありましたが僕がこのように動かしましたそして OK をします現実的にはウィンドウを縮めるだけで大丈夫だと思いますこうしてこのカラムの順番を入れ替えて自分がどうしても見たいところですねこのように時間であったりとかそしてサンプリングレートやビット振動そういうのがありますので ここらだけが見れれば大きな問題はないのではないでしょうか折りたたんでみます先ほどもやりましたようにもうドラッグするだけです例えばもちろん二重登録もできますこのショートカット2というのはここに入れましたがもう一つ全く同じように入れるとかいうこともできなくはありませんこのショートカット2ですねこれをここに入れましたら 2つ入りましたいくらでも自分が分かりやすいように管理をすればいいだけで邪魔になれば削除できますサウンドフォルダーを解除というのでできるわけですもちろん新しいフォルダー Windows で言えば新規フォルダーというのもここから作ることができますこのショートカットにというところには今はフォルダーは全くありませんでも ここにフォルダーを作ることができます。フォルダー作成とすると新しいフォルダーができますし今見ていただいたように Windows の方にも新しいフォルダーができました。このように Windows の Explorer ーーもしくは Mac の Finder と同じような機能も提供されているということになります。そしてもう一度サンプルの音ネタを見てみます。例えばループ再生することもできます。 このボタンをクリックしておくと、何度もループ再生します。最初のバージョンは、最初のバージョンは、最初のバージョンは、この右下にトランスポートがありまして、再生やストップ、巻き戻しなどができるようになっています。そしてここが音量です。自分の思うように設定してみてください。ちょっと鳴らしながらやってみます。最初のバージョンは、最初のバージョンは、 最初のバージョンは最最最初初初のののバババーーージジジョョョンンンは、最初のバージョンは、最初のバージョンは、このようにできるわけですあとはそんなに難しいことはありませんが基本的に気に入ったおとネタにはブックマークをすることができますこのようにしてブックマークをしますどのフォルダーにするかということができますのでフォルダーの作成をしたりもできます フォルダーの作成の仕方はこの画面ででも右クリックをするとフォルダー追加というのがありますのでフォルダーを追加することができますトークというのを作ってみますそうするとこのようにフォルダー管理もできるわけですフォルダーを開くとこうやって分類ができますので とても便利ですよね。すごい,いつでも自分の気に入ったドラムサンプルドラムループそしてアニメクリエイターとかゲームクリエイターの方はトークや SE そして効果音などをこのようにドラッグドロップできます少し動画編集ソフトででもやってみましょうこれはベガスプロの画面ですが。 同じようにこうやってドラッグドロップできますこちらで再生してみます最初のバージョンはこうやって最前面で固定しておけばとっても便利ですこのタブを使ってブックマークとかマイコンテンツをこのように切り替えすることができますしもちろんソニックワイヤーさんもビジネスですのでここでソニックワイヤーのページに移動したりできますがなぜか こういうよういよにエラーも出ます。何してんのまあこれは閉じておけばいいんですがへえこのようにブラウザ機能でソニックワイヤーさんのサイトにも行けるということになりますあと設定の方ではこのように音ネタの数を表示したり表示しなかったりそれも切り替えることができます その他の設定では MP3、MP w a v AIF などがあればほとんどは用が済むと思いますけれどもここで拡張紙を追加することもできますミュータントが認識しない音ネタ例えば MIDI とかもありますのでそこらは気をつけてくださいこのユーザーメモとかも表のところででも書けますが下の画面からプロパティを出して ここにユーザーのメモを書くことができますこうして OK をしておくとここにも表示されるということになりますここでブックマークバーを消したりつけたりすることもできますもしくはこのリストには一目瞭然長さがわかるように青いバーが 表示になっていますが、これも邪魔な人は、このようにして表示したり、消したりすることもできます。波形も邪魔だと思ったら、非表示にしたりすることもできます。非表示にすると、リストの数が多く表示できるわけですね。でも、僕はあった方が、使い勝手はいいなと感じています。 画面の上の方には「ゴミ箱」というタブもありまして削除したサウンドを見ることができます例えばこのサウンドを削除しますそうしましたらゴミ箱を見るとこのように削除したことがわかりますこれを元に戻すという Windows や Mac でできることもこのように便利にできますので 慌てる必要はありません上の方に検索の機能があるんですけれども検索の機能に少しバグのようなものがあるのか検索はできるんですけれどもそうすると再生ができなくなったりしますまあここは無料ですのでしょうがないですねえー、もしバージョンアップでもするのなら期待することにしましょう ミュータントだけでなくって他のソフトでもいいわけですけれどもドラッグドロップで音ネタ管理できるソフトを皆さんも有効活用して DTM もしくは動画編集を素早くできるように工夫してみてください今日はご視聴ありがとうございました村長スタジオでしたおしまい